ちょっと俺、ネタパクられたんだ、そういえば。<laughs> まあ、俺はその、ワッキーから連絡が来て、おにゃららっていう芸人が、もののけっていう YouTuber のネタパクって、ショーレース出て、うん、<laughs> えぐい。<laughs> しかも、なんかちょっと、えぐいって準決勝、準々決勝かな。なかあ、そんな行ったのそこら辺まで行ったらしいお前、すごいな。<laughs> で、 それがバレて、うん、事務所をその夜、首になり、うん、今、名古屋でカフェで働いてるらしい。何してんだ <laughs> <laughs> 動画見つけたえ動画見つけれんのあれどうやって見つけたんだよ。すごいな。どんだけ一生懸命探したんだよ。どんだけ憎かったんだよ。どんだけ。

まっすぐなめとんけって言ってくれよもう <laughs> <laughs> これでなんか話の種を与えたと勘違いしないでほしいな本当だな一生カフェでカプチーノ作っとけ <laughs> <laughs> あれ本当に何も持ってないですか <laughs> <の> <laughs> 本当それああちょっと考え直してほしいですねええクソ <laughs> 野郎いやめっちゃキレてる <laughs> <laughs> なんか全然自分は大丈夫ですよみたいな <laughs> 言ってたのにこのプラスチックピン芸人にに切れてる <laughs> えなんか海洋性問題お前今口にしたか <laughs> いやしてねえよ <laughs> あ通らないんだこの後半は、うん、後半でももう通らないんだ通らない通らないでしょ通らないもんは通らないんだ鉄雄ちゃん え哲夫ちゃん哲夫ちゃんはダメか <laughs> ダメだよ <laughs> <laughs> ダメだろ意味わかんなすぎるだろ <laughs> 単品の哲夫ちゃん音源と掛け合いしてたじゃんうんあれ一番バカリズムが嫌ってるやつだよねまあそうねこれはピン芸人ピ,ピン芸人ピンじゃないってなっちゃうからね掛け合いしちゃうとねわかるよ松本クラブってそのスタンスだっけ クラブはそうだなあそのしたんすかそれ言うと指びポポポぽぽぽもダメだなはいやっぱ粗品はじゃあすごいってことほんとに粗品ゆびっポポポと仲いいからダメだろダメなんだえそんなに広がってっちゃうのその影響そうでしょダメなんだその袋の中に1個でもカビたみかんがあれば全部捨てた方がいいでしょダメだった <laughs> って考えると、うん、武田鉄也もダメだろあなんてお前ら腐ったみかんがダメみかん関連のこと言ってるから、うん、武田鉄也もダメ織部、うん、金次郎もダメだろん <laughs> でだよお前 <laughs> カビたみかんどんだけ影響力あんだよ <laughs> てか音源と掛け合いすんのがダメって話だったのに もうカビタミカダメになってんじゃん。うん、だから織部金次郎ダメだったらもうゴルフダメだからね。広がりすぎてるって。うん。もう全部ダメだってそんなもん。うん。ゴルフといえばだから、うん、女子ゴルフ。だから女子もダメよ。だ女子もダメだ。え、ゴルフでもう女子までいっちゃってんのさすがに女子は通らないか。えへへへへ。 そうそうとしてたなこれを。<laughs> じゃあ最後に、うん、宮里愛の顔モノマネして終わります <laughs> 何も伝わらないどうしよう宮里愛です <laughs> 言っちゃったし <laughs> <laughs> モノマネの禁忌名乗るをしてしまいました <laughs>